はい、こんにちは。日本酒の田中です。とですね、ついに、こちら。じゃん。歴史総合の教科書届きました。第一学習者の教科書。今から読もうと思ってるんですよ。もうね、教科書マニアの僕からすると、こういう歴史の教科書が届くと、もうワクワクが止まらないんですよね。で、せっかくなんで、ちょっとこうやって YouTube に出してですね、ちょっと一部、あまり細かい内容できませんけれども、ちょっとこうね、教科書のコラム的なところを一緒に読んでみようかなという新しい試みです。で、その前に、この歴史総合っていうのは一体どういう科目かだけ説明しておきますね。今は日本史 B とか世界史 B とか地理 B とか、これいずれかをこう選択するわけなんですよね。ところが、2025年入試から、共通テストの科目として、歴史総合日本史探究っていう科目だとか、歴史総合世界史探究っていう科目になって、この歴史総合という部分はおそらくこう共通する内容になっているんですよ。すなわち、日本史と世界史をこうミックスさせたようになってるんですよね。ただ、すべてをこう合わせちゃうとものすごいボリュームになっちゃいますので、近現代の部分だけに特化して、日本史世界史ミックスさせようじゃないかっていう、こういう試みなんですよ。となってくると、どういう問題が出されるのかっていうのを考えたときに、おそらく、この横のつながりみたいなものを、問うてくるんではないのか。なんか具体例があった方がわかりやすいですよね。例えば、皆さん、江戸幕府の対外政策は？と聞かれれば、当然、鎖国政策です。鎖国というのは、全ての国と国交を断絶するんではなくって、4つの玄関口を設けて、で、特定の国とだけ国交を結んだり、貿易を行ったりするんです。例えば、江戸幕府はヨーロッパで言うとオランダ。さらには中国の清と貿易を行いましたよね。琉球や朝鮮とは国交を一応は樹立していたわけなんです。では、日本史選択肢に一つ問うてみましょう。同じ頃、中国の清の対外政策っていうのは一体どのようなものだったんでしょうか。多分ね、歴史総合ってこういうのを考えさせたいんだと思うんですよ。例えば、中国において、漢民族によって起こされた明という王朝がありました。室町時代の時の中国の王朝ですよね。明は海禁政策というのを敷いていて、自国の民が自分の国から外に出て貿易をすることを認めなかった。ところが、清という王朝は、これは、満州人によって作られた王朝なんです。清は1680年代に、台湾をその支配下に置くと、海禁政策を緩め、民間貿易を奨励するんですよね。だから、清の貿易船が長崎にも来航し、そして長崎においても活発に貿易が行われたわけなんですよね。で、朝鮮はどうだと思いますか？朝鮮は清に朝貢する一方で、冊封を受けた。清の皇帝から、称号を得たりしていたわけなんですが、で、実はこの朝鮮は海禁政策を続けていて、対外貿易には消極的だったんですよね。こう同じ時代の異なる国の対外政策を比べると、自分たちの国の対外政策の特徴っていうのが浮き彫りになってくる。こういうのをね、歴史総合では求めているわけなんです。で、多分ね、日本史探究っていうのは、縦のつながりっていうのを重視すると思うんですよ。それこそ僕がタダ呼びの動画で出したみたいに、中世の始まりっていうのは、一体いつからスタートするのかとかね。というような感じで、歴史をですね、いろんな角度から捉え直していこうっていうのが、この令和の時代の歴史学習なんですね。この歴史総合ね、面白いのが、ものすごいコラムが充実している。で、図版資料もたくさん使われておりますので、受験で使われる方以外、それこそ、教養として日本史を学ぼうとする方にも、実はおすすめのものとなっております。ただ、なかなか教科書って購入しにくいと思いますので、できればこの私の YouTube の動画でですね、いくつか
コラムを扱ってみたいと思います。じゃあ今日は何にしましょう？僕もまだじっくり読んでないので、一番最初のコラムにしませんか？一番最初なんで、じゃあこの最初の方のこのページ、ここちょっと扱います。歴史と私たち。いいですね、これ。最初のタイトルすごいよ。日本人って、ものすごいこう、几帳面で、真面目で、時間を守るっていうイメージがあるじゃないですか。違うんですよ。時間にルーズな日本人って書いてますね。なんだこれは。江戸時代の日本は、大名とか豪商とか限られた人しか時計を持っていなかったと。で、世の中の多くの人は、お寺が鳴らす鐘の音で大体の時間しか把握していなかったって書いてます。で、だから時間感覚っていうのが相当ルーズだったみたいで、開国後、日本にやってきたイギリス人の外交官であるアーネスト・サトウという人が、まあ、このね、幕末の日本のことについて詳細に記録しているんですよ。その中で日本人の時間感覚のルーズさに驚いているっていうところが、はい、ピックアップされております。で、僕たち日本人の人間には全然計り知れないんですけれども、ヨーロッパにおいてはすでに14世紀の段階で、キリスト教の修道院において神に祈りを捧げるっていうので、正確な時刻というものを必要としたので、クロックのようなものが作られて、それが普及していったんだって述べられてますね。ヨーロッパ旅行したことある人ってわかると思いますが、教会とか大きな建物に、でっかいこんな時計が備え付けられているってよく見ますもんね。あ、面白いね。日本とは全然違うね、その辺ね。では一体なぜ日本人は、時間というものに几帳面になっていったのか。その理由については、明治から昭和時代にかけてみると分かってきそうですよね。ちょっと続き読んでみますね。まず皆さん、1872年の12月3日をもって、日本は、太陰太陽暦という暦を捨てて、欧米と同じ太陽暦を採用することになったんですね。で、1日を、ねえ、牛、トラ、ウーとか言うんじゃなくって、ちゃんと24時間という括りで考えるようになりました。で、時刻についてはまだまだ不十分な部分があって、東京と大阪でバラバラの時刻っていうのを用いていたみたいなんですよ。で、1888年、ちょうど大日本帝国憲法が公布される1年前ですね。ようやくイギリスのグリニッジ天文台の公式の時刻っていうもので、日本国内の時計の時刻を統一することになったと述べられております。で、この日本人の時間感覚というものを、几帳面にする一番大きな要素は何かっていうと、やはり鉄道の運行時間なんですよね。そりゃそうですよね。僕ら、もう電車来るのが1分遅れただけでもイライラしますもんね。で、これがやっぱり時間感覚に大きな影響を与えたわけなんですね。で、ここで面白いのは、どっかで見たことないですか？この当時の時刻表が図版資料として挙げられております。これ僕どっかで見たなって思ったら、2022年、今年の共通テスト日本史 B で、この時刻表を読み取る資料問題出されているんですよね。ということは、ここで豊富に使われている資料って、実は2025年を待たずとも、来年再来年の共通テストとか、あと、まあ、模擬試験とか、こういうところで使われることって、おそらくね、あると思うんですよ。だから、受験生の皆さん、全然こんな、歴史総合の教科書を変えとは言いませんけれども、まあ、ぜひこの僕の YouTube の動画で、なるべくたくさん扱いますので、これもしかしたらどっかで使われるかもしれねえぞと思って聞いてくださいね。実はですね、思考調査テストっていうのが2017年、18年に出されて、そこで、いろんな資料問題が作られたんだよね。で、僕たちそれを見て、おい、こんな問題どうやって作ってんねん。
この資料をどっから持ってきてんねんとかいうのが一時話題になったことがあって、で、その時にある先生が見つけてきたんですよ。第一学習者の図版資料に出てきた資料が、あの思考調査テストっていうのに使われていて、これ持ってきてるやん。第一学習者やみたいな。なんかそういう話をね、昔したのを思い出して。今僕が読んでるこの歴史総合の教科書が第一学習者なんで、なんかこれ大学入試センターとのこのつながりのようなものを僕はちょっと匂うんですけれどもね。まあ、全然確証はありません。あと一点、やっぱり軍隊においては集団行動っていうのが求められますので、決まった時間に同じ行動をとるっていうのが重視されます。また、学校においても時間割っていうものがものすごく重要になってくるので、日本国内において、義務教育の普及とともに、こうした時間感覚っていうものが、だんだんと几帳面になっていく。義務教育を受けた人っていうのは、時間に几帳面になっていくとも考えることができますね。で、最後に、時間に対して几帳面になる決定打を与えたのが、1925年、ラジオ放送の開始です。こうしたマスメディアの発達というものは、やはり時間というものをしっかりと守らないといけないわけなんですよ。これまでの日本史の教科書だと、これラジオって戦争が始まると契約者数が増えると。なぜならば、この日本軍の戦地でのその情報っていうものを仕入れたいって思う人が、たくさん出てくるからだっていうことを教えてきてたんですよね。でも今回このね、歴史総合の教科書を読んでみると、やっぱりこの時間を規律正しい生活をするっていうのが、集団行動には絶対に必要不可欠なので、強い軍隊を作るという点においても、これは欠かすことのできない要素だと思うんですよね。そういった意味で、この戦争の時期に、ラジオ体操も奨励されていくので、ラジオの契約者数っていうのも増えていくとも考えることができますよね。新しいことを勉強になりました。僕はね。で、この21世紀に入ると、世界各国の自国っていうものを、より簡単に意識できるようになりましたよね。これは何と言っても、スマートフォンの普及に尽きると思います。こうした科学技術の進歩というものも、日本人の時間感覚に大きな影響を与えたんだ。というような形で、コラムは締めくくられておりました。いやー、これ一つコラム読むだけでも、やっぱ新しい教科書を読むといろんな知識が手に入りますね。皆さんもぜひ参考にしてみてください。また違うテーマで、いいの見つかったら紹介しますね。はい、じゃあ今回のテーマはここまでです。